らどうした？疲れた顔してんじゃねえよなあ。もっともっと楽しもうぜ。さすがに骨の折れる相手だな。この戦闘共鳴、こちらには戦いを楽しんでいる余裕など。血出てた。痛くない？おいおい、んなへばってるようじゃ下っ端どもにすら負けちまうぞ。悔しいけどよ、これ奴の言う通りだな。今の俺たちの目的はこいつと戦うことじゃねえんだ。道を選びながらとにかく進もうぜ。奴らにも疲れが見えている。あともう一息で。たく、こいつらどんだけ出てくんだ。まさかとは思うが、このまま本当に万単位の兵隊と戦うことになるんじゃねえだろうな。帝国府官邸であるタワーを目指す以上、最悪その可能性も。危ねえ、後ろだ。え、気づくのが一足遅かったな。ダメじゃないか、リーシャ。強敵を前にして一瞬でも注意をそらしては。おお、てめえは。やれやれ、なんとか間に合ったか。モニカさん。リーシャ船長、ご無事ですか。帝国兵の雑魚は俺たちに任せてください。数には数で勝負ですよ、リーシャ船長。あなたたちまで。ガンダルバよ、うちのリーシャに随分とちょっかいをかけてくれたようだな。悪いな、怒っちまったか。ただまあちょうど物足りなく感じてたと。てめえも本気でかかってきな。まとめて遊んでやるからよ。これはこれは、なんだかとっても物騒な感じですね。シェロ、お前どっから。気空詞あるところに鎧やありですよ。大事な戦いの前にも鎧やに鎧。ぷ、彼女はポートブリーズに出入りする気空詞たちの取りまとめ役を買って出てくれたんだ。少し遅れてにはなるが、彼らもじきこちらに合流できるはずだ。それに駆けつけたのは我々だけじゃないぞ。わしらバルツの民も微力ながら協力させてもらおう。師匠？なんで師匠までここに。帝国が何かことを起こそうとしていると、秩序の気空団の者から連絡を受けての。広告軍の動かせるだけをこうして連れてきたというわけで。これは頼もしい援軍になりそうね。おっと、俺たちも忘れてもらっちゃ困るな。誰だ。
アウギスティ傭兵軍だ。オイゲン隊長の危機と聞いて集まった勇士で駆けつけたんだよ。軍つうほど上等なもんじゃねえが、泣かせる真似してくれるじゃねえか。リーシャ、何もお前たちだけで帝国兵まで相手にする必要はない。お前たちはお前たちであのガンダルバと決着をつけるんだ。いいな、リーシャ。はい、モニカさん。こうなりゃ形勢逆転だぜ。はい、こんなにたくさん仲間がいたら絶対に負ける気がしません。団長さん、準備はよろしいですか。モニカさんたちに成長した私たちの力を見てもらうんです。この戦い負けられませんよ。しかし、この短時間でよくこれだけ集まったな。いやー、僕たちもさ、ほんと慌てたよね。決戦までに秩序の気空団の連中を引っ張り出してこいなんて言われちゃってさ。気づいたら頼まれた以上の人手を連れてくることになったけど、問題ないよな。無論だ。この帝都を相手にする以上
戦える人員はいくらでも必要だからな。しかし、まさかこんな形で貴公と共闘することになるとはな。それもわざわざこの私を指定して協力を求めたと聞いているぞ。貴公のことはいけすかないやつだと思っていたが、頼られてみると不思議と悪い気は。小さいやつの方が何かと移動が早いかと思ってな。最悪ドランクにでも小脇に抱えて運ばせればいいと考えたまでだ。な、まあまあ師匠、応援に来てくれたのは嬉しいんだけど、大丈夫なの？バルツの軍まで動かしちゃって。なに、心配はいらん。そういう駆け引きはわしに任せておきなさい。それに可愛い弟子の危機とあっては、師匠としてできる限りの応援をしたくなってしまうものじゃ。シェロカルテ殿、まさかこんな戦場のど真ん中でお会いする日が来るとはな。ふっふっふん、必要とされればよろず屋はどこにだって現れますよ。そうか、それはなんとも頼もしいな。さて、再会を喜ぶのはそこそこにして、我々には時間がないのだったな。その通りだ。我々は一秒でも早くタワーにたどり着かねばならん。そしてすぐにでもあの女、フリーシアの計画を止めぬことには、この空の全ての存続が危ぶまれる。歴史そのものに介入する星小獣とはな。まったく、星小獣とは本当に恐ろしいものばかりじゃな。タワーまでたどり着くことができれば、あの最小の計画は止められるのだな。はい、その計画の要である装置、リアクターはタワーにあると、アダム大将はおっしゃっていました。そうか、ならば話は簡単だ。我々は、キコーラを全力でサポートし、なんとしてでも、タワーまでの道を死守しよう。何しろここは帝都だからな。山ほど帝国兵が待ち構えていると思うが、それらの排除は我々に任せてくれ。そいつは頼もしいな。おい、俺たちも帝国兵にはほどほど手を焼いてたとこだ。うん、あいつらと戦いながら進むからどうにも遠回りになっちまってよ。ならばここから先、キコーラが進む道は一本道だ。我々が先導する。みんな遅れるなよ。